新年を迎えまして今日から仕事という方も多いと思います。都心には正月休みを終えたサラリーマンらの姿が戻ってきました。現在午前8時30分です。ここ丸の内にも朝の通勤風景が戻ってきました。今日から本格的に仕事が始まりますけど、はい、頑張ろうと思います。ちょっと休みボケでまだスッキリしてないですけど頑張っていきたいと思います。気を引き締めてまた今年1年間頑張りたいと思います。今年1年はいい年になればいいと思ってますけども、結構環境は厳しいかなと思いますけど、はい、今日から心機一転ちょっと気持ちも切り替えて頑張りたいと思います。新たな気持ち新年迎えて、まあ、また今年もやるぞっていう形で、まあ、今日寒いけどピリッとしてます。中には久しぶりの仕事で正月気分がなかなか抜けないサラリーマンもいましたが、多くの人は足早に仕事に繰り出していきました。